プロジェクト AICO はユラがチームを作らずに独自に進めてたんだ。なんか最近気づいたら寝てるんだよ。君に世界で初めての治療法を用いたんだ。複製体シリアル2021-0002。君は今人間じゃない。この大活性は2年前に起きましたバーストリー人工生体による生身の人間の完全複製体。自衛隊の車両が通過しており、事故に遭った橘愛子に施した分離治療が複製体の人工生体細胞の異常増殖を引き起こした。彼女の本物の体はプライマリーポイントにある。私の本当の体。2つの肉体を交換すればバーストは収束する。あんな女の子にいい大人が。それでも行くのかよ。橘愛子を救いたいんだ。先へ進むなら私も戦う。この道行きに意味はある。そこに魂の宿る可能性を知りながら人を捨てて消えろって言うのかよ。生み出されたもう一人の彼女が人間でないと言い切れるの。こんな傲慢があるかい。生きてるって信じたい。お父さんと一緒に最後に来た場所、最悪の始まりの場所、プライマリーポイントだ。どうか救ってください。そう叫び続けてるこの心を。はじめまして、もう一人の私。